アルバレートでの隕石落下について記した、空から落下した石についての考察表紙、ドメニコ・トロイリはイタリアの修道院長でイエズス会士である。モデナのエステ家の名門の家のライブラリーの管理を行った。1766年にヨーロッパで最初の隕石落下の記録を残したことで知られる。グレゴリアン大学でルジェル・ヨシプ・ボスコビッチに学び、 ボスコビッチの原子論の研究を手伝った。1766年にエミリア・ロマーニャ州、モデナ県のアルバレートの街の近くに落下した隕石を目撃した。他の目撃者の証言を集め、落下した隕石を観察し、同年に43ページの報告書、ラギオナメント・デラ・コデュータ・ディウン・サッソ、空から落下した石についての考察を出版した。 トロイリがこの著書で記述した内容によれば、午後5時ごろ、天候は遠くの山の頂上を除いて晴れ渡っていた。畑から帰宅中の多くの人々が突然、雷光や雷鳴を目撃した。上空で爆発音を聞き、多くの人々が空を横切り、地上に衝突する物体を目撃した。いくつかは燃えているように明るく輝き、いくつかは暗く、煙を生じていた。 落下の衝撃は牛を倒すほどで、二人の夫人は転倒しないように木にしがみついた。落下した石は1メートルほどの深さの穴を生じ、すぐに多くの破片となった。石は非常に重く、見慣れない形で磁性を持っていた。表面は燃えたようになっていた。内部は鉄のように輝くものが含まれた砂岩のようであった。約2キログラムの石が集められた。現在、 アルバレート隕石と名付けられている隕石は現在各地の博物館や研究所に分けられており最大の 605g の破片はモデナ大学の博物館に保管されている隕石の主成分は長い藍期鉄鋼フェスにと考えられていたが1862年にドイツの鉱物学者グスタフ・ローゼが蘇生を分析し硫化鉄フェスと結論したこの鉱物をローゼは トロイリの中からトロイリ港と命名した。トロイリの著書は隕石の落下のあったことを広く知らせたが、自分では隕石を宇宙からものでなく火山の爆発で石が空に打ち上げられて落下したものだと考えた。その他に、ジョンバティスタとデリニと共著の植物の化石の生因に関する著書ディーサーターツィネソプラウンデニオや、 電気実験に関する著書でラアレトラした、レッツヨニーディフィシカスペリーミントレイフェタネッラウナバーセタ、ディ、モデナイルプリモアンノデルスオリナバメントなどがある。ウーゴ・ボルディニー、シューレセプション・オブ、エーセオリー、エー、プロビナネル・シラバス・オブ・ボスコビッチ・リテラチュア、1746から1800、インジョン・ウオ・マリー、ヨハン・ベルンハルト・ストドット、ゴーボン、アレクサンドル・ベイリー、 スティーブン・ジェイ・ハリス、T ・フランク・ケネディー・ S ・ J、エズ・ザ・ジェズイッツ、カルチャーズ・サイエンシズ・アンド・ザ・アーツ、1540から1773、ボリューム2、PP405 から50、ノート102、ユービー・マービン、ザ・フォール・アット・アルベト、1766、ディスクライブ・ド・アズ・ボルキャニック・バイド・メイニコ・トロイリー、ジェラルド・ヨゼフ・ホーム・マッコール、A ・ j バウドン、 リチャード・ジョン・ハワース、ザ・ヒストリ・ー・オブ・ミテリティックス、アンド・キーメテオリット・コレクションズ、ジョバ・ロジェクル・ソサイティ、pp、二十二、二十六、二百六、二百七。ありがとうございます。